皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日はファイナルファンタジー15やっていこうと思います。洞窟だね、星尾洞窟。歩いてなさそうな道を、とりあえずマップを全開します。歩いてない道は先の方がホワーンとなってるんで、そこをね、一旦、あれここって行ってないよね。あ、行き止まり。あ、ふい、またやっちゃった。いい加減この攻撃ボタン慣れないとね。丸ボタンだって言ってんの。前を見ろ。悪かったって。違う、敵がそっちにいるんだって。あれ、インプどこ消えた。水、うわ、綺麗な水、すごいね。さすが FF ともなれば、こういう表現の仕方がすんげえ綺麗。グラフィックが。インプどっか行ったよね今ね。2匹ぐらいね。ああ、めんどい。油断禁物ってね。なんか予期せずシフトするな俺。そんなつもりでやったんじゃないんだけどな。ノクト、応戦しろ。はいよ。ほら、やってますって。すごいね、やっぱ。どうだ。感心してないで戦いなさい。先を急ごう。急ごう、うん、次こっち。これ本線じゃないかな、もしかして。ほら、本線っぽくない。としたら途中のあの太い道も一回行きたいかな。あれ、そういえばプロンプトって前回ヘビみたいの見たって言ってたよね。しかもセリフでナーガって出てきたよね、うちの子って。この先ヤバいの待ち受けてますね。ってことは、チタンバングル。チタンはいいやつじゃなかったっけ。アメジスト、カーボン。カーボンよりチタンじゃなかっただよね。この二人は HP が低いし弱いし。うん、ちなみにプロンプトはもうすでにチタンだよね。が、最大 HP がそれなりにと。はい、どうなってる。ここは個人的に本線じゃない気がするんだよね。あれ、そんなことないかな。ポーションありがとう。ポーション助かります。あれ、長えぞ。本線か。いや、戻ってる。ここは行き止まり。このゲームってさ、あの、すれ違えないよね。ぶつかるよね、味方とね。チョコボの時もそうだけどね。そこスルー状態にしてくれれば。お、繋がった、いいんだけどね。あれ、なんで繋がってなかったんだろう。うん、で、たまにぶつかるとなんか舌打ちじゃないけどさ、だよみたいなね、こと言われると結構悲しくなるよね。わざとやったわけじゃないのにっていうね。うん、じゃあやっぱりさっきのくぐるところが本線だったんですね。なんかいる？ん？なんかいる？違うか。
あそこも曇ってるから行ってないのかな。この下、ここでもなんもないか。で、どっち側でしたっけ。ここか。行かないんだ先行するかと思ったら行かないんだ。出てくるよ、敵が。いる、絶対いる。くそ、出てこい。どっちだ、出てきて蛇でしょ。あの前にさ、洞窟の近くでさ、入り口ででかい蛇いたじゃん。ああいうやつかな。怪しい。すっげえ綺麗だよこれ、あの反射してる水面が。おお、鍾乳洞。あ、出てくるにはちょうどいい広さだねこれね。ドーンって落ちてきそうな気がするけど、どうかな。あんまびっくりするから上から降ってくるとかやめてほしいんだよな。うわ、出たそのまんまじゃねえか。行け、ノクト。おっさんじゃねえ。返せよ。なあが、うちの子？知らない？知らない。知ってるっつったら全然知らねえし。知らない。だ、むちゃくちゃだなお前。うわ、無理。俺あれは無理。文句言ってる暇ねえぞ。誰？体験か。暗くてナイフが投げにくいな。なんとかな。マップ消去。どっから出てくる？さ、てめえ、せ、だよ。せめえな、剣が振りずれ。狭いから気をつけてよ。あ、ガタガタ言いなさんな。ブラッド、ペレトレイト。見えてる。頑張って。ザッター。ナイスブロッド。行って、マップシフト。どうだ。うちの子ってさ、じゃあ子供もどっかにいるの？どういった？ハンス。視界が悪いと果てにくいんだよ。はっ、うん、もうなんかマップシフト大会になってる。どういった、消えた。ほら、ほら、エゴニー、マイクロン、頼む、行くぜ。シールドマッシュからの、こっち来い。全力で倒していくよ。違う、そっちじゃないよ。了解だ。あれ、どこ行った？サイクロン、どこ行った？サイクロン。なんだ、気持ち悪い、気持ち悪い。何、気持ち悪い。わかんねえ。子供がどうとか言ってたな。そっちには出会いませんように。石碑ありそう。ほら、気合い入れ直せ。子供がどうとか、子供もいる。子供って言われてもな。そっち行く？
なんかメインのルートはこういう風に行きづらくなってるようなもんじゃないの？どっちも同じような方向行ってんだよな。で、子供ってめちゃくちゃちっちゃいミミズみたいなやつだったらどうする？おっと、またあったよこれ。開かないやつね。ここにも存在していたのか。行くんでしょ、どうせ。と、ダメだ。ここも鍵が必要みたいだな。問題は、ここの鍵はどこで入手できるかだな。だな。なんか未変街道じゃねえや、どこだっけにあったよね、こういうのね。ペンでね、赤くなっててさ。まあ一つずつしらみつぶしに行けばさ、次回来た時にもうマップが全開されてる状態だから迷わないでしょきっと。って言って一からやり直しだったらさ、マップがすげえ嫌ですけどね。イグニス先行くけど戻ってくるよね。ほら戻ってくる。やっぱ先行くのやめたみたいなね。で、ぼちぼちです。ここです。ようやく見つかったな。よかったー。ノクト、頼むぜ。あ、うん、わさび伝。え、戦闘じゃないの？こう、雷神の証もらっちゃったよ。あれ、これが雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。石碑に宿る力が集まり、雷神の証へと形を変えた。ダンジョンの入り口に戻りますか。うん、全部ね、もう踏破したからね。あ、そして戻ると敵が待ち構えているっていつもの流れじゃねえか。あれ、見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐには行かなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。ルアー行くんだ。チュートリアルの練習モードにファントムソードの項目が追加されました。帝国軍との戦いに活用しましょう。ファントムソード、はい。ポーズメニューからチュートリアル。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。ファントムソード練習か。確かに空気がうまい。
俺、生きてる。ああ、お疲れさん。いちいち大げさだな、お前は。生きていることに感謝しておけ。何がしらかがいる。何がいる。敵対モード。じゃあ、暴れるか。いいな。また変える。違うな。俺も俺も。休憩か。見直したぜノクト。ああ。で。あとどんぐらいいる？ずりゃ。いや。一体誰を狙ってる？悪い。まあ柔らかい。うん。まあまあ柔らかい。練習かやりたいけどどうでしょうね。行こっか。頼むな。手前まで乗り込んでから練習する？え、っていうか遠くね。でも未だかつて封鎖されてるしね。今ここにいるんであれば、こう言ってもいいし、こう言っても変わんねえな。ここは？ウィズ？か。どうする？ウィズの方が個人的には雰囲気好きだから、こっち行ってから行くかな。ん？シドニー？帝国への挑戦。よし。じゃあ、ちょっと道、道路出よう。よいしょ、すげえジャンプ力。そっか、飯食ったから強えんだ。おお。よし、すげえ近いな。ウィズ、なくなったな。あ、本当だ。そういえば、え、雷神って地震関係ないでしょ。フェニックスの1個なくなったし、まだ午前中か。行けるとこまで行って途中宿舎っていうかあったかな。チョコボに会える。緊張がほぐれるな。よかったね。ありがとな。おいしょ。お、フィールド出たからみんなの HP が回復するね。じゃあちょっと雑用しよっか。チョコボに乗ってる間は回復しねえのか。そういうことか。やっと着いた。こんちゃ。いらっしゃい。いろいろ取り揃えてますよ。うん、フェニックスの方がね、二つは心もとないよね。いやー、戦果高えな。じゃあ二つ。はい、どうぞ。もったいね。で、食材はひなドリス一個。一応一項目あたり三つ最低置いとこうかなっていう。はい。あとはどうも、また来てくださいね。はいよ、ありがとう。チョコボが原因で別れたカップルがいるんだってさ。チョコボは可愛いから仕方ないわね。どんなカップルだよ。あ、そうだ、俺もちょっと日数追加しとこ。はい。あ、なんだ、餌欲しいのか。あ、いった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 、焦るなって。はい、はい。もうちょっと違うバージョンの。ノクト大丈夫？よろしく。はい。ではこう来て、ちょっと待って、宿泊できる場所どこもないよ、こっちスタートすると。だよね。
こうなるでしょ。ここまで行って直線で行く方が頭いいかもしれないですね。失敗したか。まあ、じゃあゆっくり行こう。しょうがない、ちょっと遠回りしていこう。こっちで行くかな。準備はできているか。あ、行こう。はい。で、こっからは、雑談になっちゃうんで、ほぼ帝国軍の基地までね。で、現地の今の場所まで行って、キャンプして、近くに来て。シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日？2日？付き合ってくれたでしょ、探すの。仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ、会いたきゃ店に寄ろうぜ。なんかでもこういう無駄話があるから、まあ、連絡が取れないということか。ノクト、窓エンジンの音がする。3人大勢、どっち？3人だったら行かない、大勢だ。いけんじゃね？すげえ群れてる。また頼むぞ。めんどい。油断禁物ってね。うりゃ、結構やられながらも一人頭。ちょうどいい相手だね。行くぞ。よし、柔らかいか。うっか、ちょっと待って、ちょっと待って。エグルス、フロントどうした。仕切り直しだ。はいよ。なんで。エグルス、注意してけ。了解。うそ。まあ頑張って。じゃあな。こっち使ってみようか。よっ、せい、くらえ。俺の HP がどんどん減ってくよ、これ使っちゃうと。よかったな、もらった。そうだな、キャンプしてった方がいろいろ付加効果も効くからいいのか。下手にトレーラーハウスっていうのがあそこ止まっちゃうよりね。パパパパン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 パパーンってか。随分上機嫌だな。行こう、うちの丸が引かれそうだから行こう。さあ、車とどっちが速いか。あ、車の方が速いか、やっぱりこっちだよ。頼むな、行こう。はい、さっきの話だけどね、動画で編集でカットしようかなと思ったんだけど、道中の会話もこれ結構楽しめたりするんですよね。てか道合ってる？うん、こう来て戻って一泊してから GO だね。そろそろでも死骸と戦ってもいいかな。勝てるのかな。対決でアンブラは見るけど、フライナーは何してるんだろう。見てないな。やっぱりアルジンとこにいいんじゃないか。元気にしてるといいな。アンブラ、ブライナー、フライナー、犬の名前だね。すげえ、電柱に頭ついちゃうよ。このジャンプ力ほんとすごいね。こんな岩山簡単に越えられるんじゃない、これ。ほら、すげえ。いいね、気持ちいい。レガリアのありがたみがわかるな。安心感が違うよね。家みてえなもんだからな。ああ、
まあ、ちょっとした小ぶりだけどちょっとした動く要塞みたいなもんだからね。で僕は この子の方が好きだけどね、可愛いし、ほら一生懸命走ってるでしょいいよね。もうそろそろなんか、うわ全然まだまだあそこ登りてー。あれまあ登っても意味ないか。ガーディナが機能すりゃオルティシエにもすぐ行けるんだがな。まだダメなの？定期戦が再開したという話は聞いてないな。あ、抜いていた、みんな。あれ？みんなジャンプ力そんなもん？僕が一番高いのか。いや、これでもオンラインプレイでできたらすげえ楽しかっただろうな。カエムって言うね。俺聞いたことなかった。昔、陛下がお使いになった小さな港なんだ。何もかも30年前仕様だろうがな。港は大丈夫だとして船は？そう、なきゃ用意させるしかねえな。させる？させる？まあね、王だから。あ、って言ってもあれか、一国のってわけでもないのか。で、戻ってキャンプ。ちょっとマーキングしとくか。ここまで戻る、すごいね。この動画結構移動シーンで終わりですよ。こうなるとやっぱり本当に車の方が全然速い。うわ、かっこいいな。風が気持ちいいね。昼寝でもしてえな。同じスピード？誰かすげえ遅れてるけど、あれ誰？どうした、なんでそんなの遅い？嫌がってるけど。引かれる引かれる。イグニスか？え？ちょっと待って。うん、行こう。それ、何それ。俺も使いてえわその技。いや、ちょっとね、あの以前のね、あのタイタン戦がおよそ1時間の動画になっちゃったんでラムー戦もまたかなと思って、結構ね動画の切りどころがね、ああいうのって困るんですよね。まああっさり終わってよかったけど、帝国戦はちょっと時間食いそうな気もする。ねえ、一回オートに戻ってみない？取られたもん取り返してからだろ。ほう、いいこと言うじゃねえか。うん、かっこいいことね。帝国を静かにさせないとな。ま、じゃあその前にキャンプしてからだね。よいしょ。ありがとな。ほい。いやー、景色いいね、ほんとにね。チョコボー、すげえのどか。はい、じゃあちょっと早いけどお泊まりしますよ。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。うん、5時だしね。で、まあレベルは上がんないにしても、プルモここよく泊まるな俺。ねー、やっぱりこれ重要だったね。経験値やっぱ HP1000 ってでかかったかな、結構ね。これもう一回で、ジャンプ力これ気持ちよかったから、ジャンプ力もう一回。プルンプルンと
プルンとしないのか。ふわとろ親子丼。俺もチャーハンぐらいだったら作れるんだけどな。お、上がった。おっとグリーンすっげえ目に優しいショットこれはお花を摘んでるところか。タイミングバッチリだぜボムだね。怖いよ、自撮りか。暗すぎて分かんなかった。ここ敵だらけだったよな。うわ、これさ今落ち着いてみると分かるけどさ、ほらパイレーツオブカリビアンのあのピアノ弾く人、オルガン弾く人に似てない？呪われた人ね。何これヘビだろうねきっとね。何やってんだろうねこの二人はね。おお、すげえアーティスティック。あ、これ良くない？ああ、最近まめみちゃん出てこないね写真に。どっかで隠れて写ってんのかな。以上。うん、てな感じで、じゃあ次回帝国行きですかね。はい、乗り込んでみようと思います。今日はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。